じゃあ今日の練習はこれで終了。みんなお疲れ。やっぱりみんなで練習すると普段意識しないことにも気づけて勉強になるね。ええ、それに皆さん会うたびにレベルアップしているのでいい刺激になりますわ。ねえみんな、実はこの前新しいケーキ屋さんを見つけたんだ。カロリー控えめなのにすっごく美味しいの。よかったらこの後みんなで行かない？行く行く、小鳥おすすめのケーキ屋さんなんて絶対当たりじゃん。ルビーも行きたい。お姉ちゃんいいよね。ええ、一緒に行きましょう。カロリー控えめなら私も食べられそう。楽しみだわ。みんなお疲れ様。のぞみちゃん、おねえねえ、この後小鳥おすすめのケーキ屋さんに行こうって話してたんだ。のぞみも一緒に行こうよ。ああ、ごめん、今日は用事があるからまた今度。みんなまたね。のぞみさん、すっごく慌ててたね。よっぽど急ぎの用事なのかしら。小鳥さん、どうかしました？実は最近、のぞみちゃんの様子がちょっと気になってて。のぞみが？うん、実はのぞみちゃん一週間くらい前から急に練習が終わるとすぐ帰っちゃうようになったの。遊びに誘っても今日みたいに予定が入ってることが多いからちょっと気になってるんだ。確かに急に忙しくなったという点は気になりますわね。のぞみさん、急いでやらなくちゃいけない何かがあるのかな？のぞみちゃんってあまりそういうことは人に言わないものね。私たちで何か助けになれることならいいんだけど。それなら追いかけようよ。ここで悩んでても仕方ないし、のぞみに会って直接聞こう。それで何か困ってるなら力になろうよ。そうだね、今追いかければまだ間に合うよ。みんな、ありがとう。それじゃあ皆さん、急ぎますわよ。のぞみさん、見当たらないね。まだそんなに遠くへは行っていないはずですわ。あ、あそこ。のぞみ発見。今何か声が聞こえたような。あ、気のせいだったのかな。あ、危なかった。愛の喜びの声でうっかり見つかるところだったわね。ちょっと、別に隠れる必要なくない？つい。それにしてものぞみちゃん、どこに行くんだろう。あら、のぞみさん、いつの間にか紙袋を持っていますわ。あの紙袋、部室出るとき持ってたっけ？どうだったかしら。もしかして、プレゼントとか？そうだとしたら、これから誰かに会いに行くのかしら。もしかしてデートとか？のぞみさんがデート？あら、ありえると思うわよ。それにそういうことなら最近早く帰っていることも辻褄が合うんじゃない？
なんかかりんがそういうことを話すと妙に説得力があるんだよね。仮にもしそうなら、ますますのぞみさんに直接確かめないといけませんわ。ダイヤさん、しー、まさみちゃんに見つかっちゃうよ。すみません、つい。とにかく、のぞみがどこに行くのか追いかけてみようよ。そうですわね。その後、どうするか考えましょう。のぞみさん、どこかに入っていくよ。あの場所って…うわ、猫ちゃんがいっぱいいる。ここって猫カフェだよね。じゃあ、ここで誰かと会うのかしら。やっぱりうちのこと追いかけてきてたんだね。のぞみちゃん、気づいていたのですか。後ろであんなに賑やかにされたらうちじゃなくても気づくよ。ごめんね、のぞみちゃん。でも最近様子が変だったからどうしても気になっちゃって。何か困ったことがあるとかじゃない？心配してくれてありがとう、小鳥ちゃん。実はね。猫カフェのお手伝い？うん。神社によく来てくれる人が猫カフェの店長さんで、おしゃべりしてるうちに仲良くなったんだ。それで店員さんが何日かお休みしていて、人手が足りないって話を聞いたから、その間お手伝いすることになったの。それで急いで帰っていたのですね。そういうこと。でも昨日でお手伝いは終わったから、今日は制服を返しに来たんだ。なるほど、紙袋の中身はプレゼントじゃなくて制服だったのか。デートじゃなかったんだね。デートって何のこと？気にしないで。それにしてもこんなところに猫カフェがあったなんて知らなかったわ。うん、猫ちゃんが可愛いのはもちろんだけど、お店の中も可愛くてとっても素敵。猫が思い思いに過ごしている姿は見ているだけで癒されますわね。あれ、のぞみ、店員さんがこっちに。あ、店長さん。はい。ですが、急だとご迷惑では。ありがとうございます。みんなどうかな。せっかくだしご好意に甘えましょうよ。そうですわね。それならキャットタワーの近くで撮影するのがいいんじゃない？
そこなら猫ちゃんものんびりしてるから撮りやすいと思うよ。上手に写真を撮るコツもあるからみんなに教えるね。ありがとう、のぞみちゃん。うわー、猫ちゃんがいっぱいいる。キャットタワー、猫ちゃんたちに大人気だね。じゃあルビー、のぞみさんが教えてくれた猫ちゃん用のおもちゃ使ってみる。うわ、猫ちゃんが集まってきた。それじゃあ行くよ。へい。うわ、見て見て、みんなリボンに夢中になってる。すっごくかわいい。ほんとかわいいね。ずっと見られるよ。ルビー遊ぶの上手だね。この子たちもとっても楽しそう。そうかな。それじゃあルビーが気を引いてる間に、アイさんカメラマンは写真撮っちゃうよ。猫ちゃんと目線を合わせて。うわー、こっち見てる。かわいい。上手に撮れるかな。アイちゃん頑張って。アイさんに任せなさい。そのまま、そのまま動かないでね。やったー、ナイスな一枚ゲットだよ。猫だけに。それに、アイさんの写真もすっごく上手に撮れてたよ。猫ちゃんがおいでーってポーズしてて、キュッてきちゃったでしょ。アイさんの最高傑作かも。後で二人にも写真送るね。ありがとう。あれ、あの子ってさっき写真を撮った子だね。リボンのおもちゃでずっと遊んでる。よっぽど気に入ったんだね。え？猫ちゃんを見てる二人もすっごく可愛いから立っちゃいました。え？ずるい。アイさんも二人の可愛い写真撮らせてよ。この紅茶、とっても美味しいですわ。香りもすごくいいわね。店長さんこだわりの一杯なの。お客さんにも好評なんだ。美味しい紅茶に、可愛い猫ちゃん、最高の組み合わせだわ。そうですね。あら、二人に遊んでほしいみたい。まあ、それは嬉しいですわ。くすぐったい。このかまってかまって感、なんだかかすみちゃんみたい。あっちですやすや眠ってる子は、かなたみたいだわ。向こうでずっと走り回ってる猫ちゃんは、ほのかちゃんかな。ほんとね。それじゃあその後ろを追いかけてる2匹の猫ちゃんは小鳥ちゃんと海ちゃんかしら。あそこで落ち着きなく動き回っている子はチカさんですかね。こうやって眺めてるといろいろな猫ちゃんがいるのね。そうですね。今度アクアの皆さんとも猫カフェに来てみたいです。私もみんなに紹介しなくちゃ。みんなが遊びに来てくれたら店長さんも喜ぶよ。あら、のぞみさん、店長さんが呼んでいますわ。本当だ、ちょっと行ってくるね。
帰りなさい。キャットタワーはどうだった？最高だよ。可愛い写真たくさん撮ったんだ。後でみんなにも送るね。あれ？のぞみちゃんは？少し前に店長さんに呼ばれて席を外していますわ。あ、のぞみさん戻ってきた。のぞみちゃん、大丈夫だった？それが…のぞみちゃん、何かあったの？みんなの力を貸してくれないかな。あのね、猫ちゃんが一匹いなくなっちゃったみたいなの。え？一大事じゃん。それならすぐに手分けして探しましょう。そうね、どこかで動けなくなってたりでもしていたら大変だわ。のぞみさん、どんな猫ちゃんがいなくなっちゃったの？いなくなったのはこの子だよ。あ、この猫ちゃん、さっきキャットタワーで一緒に遊んだ子じゃない？うん、リボンのおもちゃで遊んでた子だね。では、この写真を手がかりに、みんなで探しましょう。うん。いた？ううん、こっちにはいなかった。私の方も見当たらないわ。ルビーの声ですわ。行ってみよう。ルビー。お姉ちゃん、この辺りを探してたら、ここのドアが開いてて。もし、ここから外に出ちゃってたら、うち、外を探してくる。待って、私も行くわ。ルビーも。ありがとう。小鳥ちゃん、アイちゃん、ダイヤさんは、念のためもう一度店内を探してもらってもいいかな。任せて。何かありましたら、メッセで連絡を取り合いましょう。うん。では、もう一度店内を見て回りましょう。アイさんはあちらのおもちゃが置いてある場所を。小鳥さんは猫ちゃんとの触れ合いスペースをお願いできますか？任せて。うん。リボンの好きな黒猫ちゃん、いたら出てきてくださいな。おもちゃもありますわよ。一緒に遊びましょう。カフェスペースにはいないようですわね。どこに行ってしまったのでしょうか。猫ちゃん、どこに行ったんだろう。外に出ていないといいんだけど。あ、ねえねえ、君のお友達のリボンが好きな猫ちゃん、どこに行ったか知らない？え、ここに何かあるの？あ、この尻尾。もしかして。小鳥、猫ちゃんいた？しー。あらあら、遊び疲れてブランケットの下で眠ってしまっていたのですね。リボンのおもちゃを抱き込んで気持ちよさそうですわ。ブランケットの下にいたから姿が見えなくなってたみたい。よかった、小鳥、よく見つけられたね。この辺りを探してたら、他の猫ちゃんが教えてくれたの。何それ、小鳥すごいじゃん。猫ちゃんのおかげだよ。これにて一件落着ですわね。見つかってよかった。ええ、安心したわ。みんな、
本当にありがとう。これ、店長さんからお礼だって。うわ、猫ちゃんの形のケーキだ。かわいい。白猫と黒猫のケーキなんだね。この黒猫、さっきのリボンのおもちゃが好きな子にそっくり。かわいい猫ちゃんを眺めながら、こんなかわいいスイーツが食べられるなんて最高ね。猫カフェ、ハマってしまいそうですわ。今度は他のみんなとも来ようよ。まだまだ遊び足りないし。うん、猫ちゃんのかわいい写真ももっと撮りたい。そうね、練習後のご褒美として寄るのもいいかもしれないわ。いいですわね。この子たちに会うために練習に一層熱が入りそうですわ。うん、なざみちゃん、今度またお手伝いに行くときは小鳥にも教えてね。次はみんなにも絶対教えるよ。こんな可愛い猫ちゃんたちを独り占めするのはもったいないもんね。